天心選手とそのロッター選手の試合ってその見方が分かれたりとかしてると思うんですけれどもその武尊選手自身はそのどうその試合は見てましたかそうですね、やっぱあのー、すごいいい試合だったしお互い、あの本、ー、当僅差の試合だったと思うんでまあ判定はやっぱその、あのあ、ー、レフリーだったり審判団が決めることなので。あのー 僕はそれが正しいと思ってますしあの天心選手が勝ったことには間違いないと思ってるんであのそこはどうこを言うつもりないんですけどあの、まあ、天心選手が5ラウンド延長1ラウンドかなで判定で勝ったのを僕がもう体型を倒せばそのもう自分が天心選手より強いとかそういうことではなく僕自身が。 あのそれをすることで納得できるっていうか格闘家を続けていいっていう,こう自分へのなんていうんですかね合格点じゃないですけどなんかそういうふうになるのかなっていうなるのかなっていうかもう僕はそこしか格闘技を続ける理由が今ないのはあります。 あのあとロッタン選手の強さって、どういう部分にあると思いますかうん本当に、まあ,あの、埋めたい選手なんですけど、パンチもうまいし、フィジカルも強いし、技術もあるし、なまあ、何よりも気持ちも強いし、本当、オールマイティな選手で、うん、しかもお客さんも沸かせられるっていう、ああいう選手って、なかなかやっぱ、世界で探してもいないと思うんで。うん 強さでもあり、そこはロータン選手の魅力でもあると思うんで、うん。僕はそれを超えたいなと思ってますね。わかりましたありがとうございます。武尊選手、ここで成し遂げたいこと、目標をぜひ教えてください。そうですね。やっぱり一番狙うことは。あの変わらないし、世界一を証明するってずっと言い続けてるんで。あの。日本格闘技。本当僕はもうずっと K. ワン背負ってましたけど。あの K. ワの強さを。 世界にアピールしたいという気持ちは変わらないんで K−1 世界王者は世界の王者だっていうのをあの今も僕の心に持って戦ってるんであので、まあ、それも含めてあの1では1番を取りに行きたいと思ってるんですけど、まあ、でも、1番はやっぱ戦いたい相手がいるから1と契約したっていうのもあったんで、えー、ロッタン選手と、えー、試合やりたいと思ってます。はい